フジテレビ系バラエティ土曜プレミアムトンネルズの2億4千万の大陸スペシャルが19日に放送。ご9時2億4千万のモノマネメドレー選手権パートでは、最後に石橋貴明が直接オファーした超大物コロッケが参戦した。コロッケは BTS の誰かから始まり、テンポよく数々のモノマネを披露。いつきロボット、三河ロボットも行うなどオンパレードだった。モノマネを終えると緊張するわ、だってフジテレビモノマネ番組出るの30年以上ぶりと噛み締めるように話し、石橋も出会ってから44年くらい経っているんですけど、改めて芸を見て成長しているんだなと笑顔を見せていた。